ですね。そうですね、かつては津田沼道場所属でもあったんですけれども、まあ、タイソン選手も本当にこのシュートの中ではいろんな話題を提供してくれる本当に得意なキャラクターでもあります。ただ勝負になった時の一発剛腕、これが今日も見られるのか。今ホーンが鳴りました。ゆっくりと中央に進む両者、緊張感ありますね。ここうわーっとローに合わせてパンチを放っていくマックス。わーカーフ狙ってんじゃないですかね。いやもうすごい、足殺して強いの打てないように、はい、多分っていう作戦かな。いや怪物ですね、2人とも怪物です。体はすごいですね。本当にうわこれあんまり打たせてると足効いちゃうですね。あスイッチしましたね、効いてるかもしれないですね。もう一発2発でさあ嫌がっていますマックス。さあその蹴られた足でハイキックを出しました。そこに突っ込んでくる。ちょっと頭当たったっす。ああストレート伸びる。今のストレート伸びましたね。すごい。さあ足を蹴っていきます。すごいですね。本当タイソンのこれは佐藤選手蹴りに対してマックスが合わせてくるかという、もうちょっと踏み込めなくなってますよね。ーカーフ警戒して入れなくなっちゃってますね。ちょっと距離が遠くなったか。もし来る。そうですね、もうこのローに合わせて突っ込むしかないですね。一気に距離を詰めてフック系の振り回すパンチを出すのかマックス。まあ、あとはブレイブなんで、はい、まあ、レスリング出身であればそのテイクダウンという手もあるかなと思って。さあここは距離を制することができるかタイソン。見ています。これは内藤選手今手を出しながら距離ですかね。タイソンの方はそうですね、なんかちょっと変えたいんじゃないですかね。うわーっと打った。風が来ましたね。すごいですね本当。あの左右壊れるっていうぐらいのパンチが出ました。タイソンは来陣出場がありますから実戦は1年9ヶ月ぶりということになります。そんな空いてるんですね、はい、シュートでは2年ぶりと、まあ、戦ってる人が戦ってる人ですからね。おう、ハイキックも伸びます。うわすごい音。そうですね、タイソンさんもどんどんカーフ蹴っていって下意識させて上っていう作り方でいきますよね。右がやっぱ伸びますね。でもストレート系がものすごく伸びるですね、はい、今も多分かわしたつもりでもちょっとかすったって感じだと思いますね、はい、この辺りは要注意です。タイソンリーチが長いのかもしれないですね。思ってるように伝えられて、うわー当たった見えなかった一瞬でしたね。激勝。さあ相手を粉砕した。タイソンが博打を見せます。期待通りの試合でしたね。バチバチの、ちょっと私見えませんでした。そうでしたね。なんかローかなんかバランス食った返しで左フックですかね。なんでしょうね、ちょっとリプレイ見たいですね。そうですね、左フックだったと思うんですけど、右フック、途中で一度左右のフックを振り回してうわすごいなと思ったんですけれども、さあこれですか、これか、左フックか、完全に落ちました。相手も振ってるんでカウンターみたいにして入ってますね。もう一度見ます。ちょっと逆にタイソンが頭を下げてちょっとこうガードしながらちょっと不利なのかなみたいな体勢に見えたんですけれどもね。もうすごいですね。まあでも当たりは倒りますねどっちもノックアウト勝利で収めました。タイソン選手より一言いただきたいと思います。おっす、皆さんた、久しぶりですけど、あ、ちょっと待って、考えてなかったですまあでも、すいません、面白いこと言おうと思ったんですけどダメでした。あとちょっとお願いがあるんですけど、僕の、お母さんが今、ちょっと
がんって小細胞がんっていう結構すごい重めの病気と今戦ってて頑張ってくれてるんで、ちょっとお母さんにこの場でちょっと頑張ってって言ってもいいですか。あざっす、そうね、お願いします。ちょっとはい、お願いしますママめちゃいい人柄が出てますね。よかった、コロケンポールの試合後にプロポーズをするとかですね、はい、その愛されるキャラクター、そうですね、愛されるキャラですね。自己満足な感じですけど、はい、ママも、俺も勝ったからママもマジで絶対勝てよ、絶対勝て、って感じで、すいません。あ、シュート、あとこんなやばい時に、皆さん来ていただき本当ありがとうございます。シュートも、こんなやばい時に、ちょっと気合いて僕を呼んでくれて本当ありがとうございます。またよろしくお願いします。いや、ただ佐藤選手の本当に試合前の予想通りといったあれですけれども、いや面白い試合でしたね。もうバチ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 で当たった倒れるってヒリヒリ感が、いやこれどっちが倒れてもおかしくないような振りを両者してましたからね。その中でタイソン・ノブビツが2年ぶりのプロフェッショナルシュート参戦。もっと見たいですね、タイソンさん、やっぱ魅力ありますね。さあ内藤選手もこの試合本当に一瞬なんで決まったのというような形で終わりましたけれども、いやもう本当に本当怪物と怪物が戦ってるって感じです。すごいの迫力だったです、本当めちゃくちゃ迫力伝わってきたんですよ。さあもう一回見ますか。マックスが振って少し頭が下がるようでしたけれども、左の服完全に当たってます。いや怖い。タイソン・ノブミツ、およそ2年ぶりのシュートのケージの中でこれ以上ないというナックアウト劇を我々に叩きつけて見せてくれました。見事なナックアウト勝利。試合ごとに会場のジャンピングを行っております。